で今盛大な無駄遣いがかなぁと疑われている話がこちら女性支援団体コラボ誹謗中傷投稿を繰り返した男性を定義。てるということでこれは11月29日の朝日新聞の記事ですこれは議員会館で行われた一般社団法人コラボさんが、えー、ネット上で誹謗中傷パリ増を拡散されたので訴えてやるとやった記者会見の模様を記事にしたもの ただしこれは民事なので本来的には訴えた側、訴えられた側、両論兵器が新聞のフォーマット、基本動作です。ところがこちらについては一方のコラボさん側の訴えてやるしか、えー、伝えておりません。さらに言いますと40代男性ということしか伝えておらず、ハンドルネームひまそらあかねさんだということは伝えておりませんでした。するとこれを見た読者は ああ40代の男性がネットで誹謗中傷あ女性に対してこれはいかんあかんとしかわからないしかし実際のところ暇らあかなさんがやってたことというのはこの一般社団法人コラボの活動にあれおやおやどうなんですかどうなんですかというところの問題を指摘していたさらに、えー、開示請求を出して、えー、コラボ側の東京都に出してる資料の開示請求を出してそのを見てみるといろいろな通じつまが合わない 一例を挙げると、第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4四半期、そして通年。で、この第1、第2、第3の医療費、通信費を足し込んでいって、この合計等を見ると、第4期のところがマイナスにならなければいけない。マイナスにならなければいけないということはどういうことかというと、通信費、医療費を払うではなく、マイナスなんで、払うもののマイナスなんで、受け取らなければいけない。ええそんな、そんなことあるんですかという話。 まあこれについて問題は、問題あるんじゃないのという立場から、ひまそらあかねさんは指摘をしていた。そうすると、これに対して誹謗中傷だということで。まあこれはいずれ裁判所の方で決着つくかなと思います。ただ、その細かいところというよりは、我々の一般の民間の感覚からすると、第1、第2、第3、まあ3ヶ月ごとのサイクルを足し込んだときに、この最後の3ヶ月がマイナス、まあ、つまり、 通信会社、医療会社、まあ薬屋さんとかそういうところからお金をもらわなければ辻褄が合わないという、まあそういう帳簿おかしいんですが、おかしいんですが、これについてちょっと確認の意味でもう一度紹介しておきますと、東京都の福祉保健局のサイトにはこうあります。ド 東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、東京都若年被害女性と支援事業を実施していますということで、一般社団法人コラボさん、特定非営利活動法人、まあ、NPO ですね、ボンドプロジェクト、同じく PAPS、一般社団法人若草プロジェクトということで行っています。これは事業の一部を委託しということですんで、あえて、あえて表現を乱暴にすると、掴み金で渡すような世界。これはあくまで乱暴に言ってますよ。 どういうことかというと、一定の予算枠。2000万なら2000万、3000万なら3000万という額を申請して、これが認められたときに、あ、その事業をするのに2000万ないし3000万必要ですねってなったときに、これは出しましょうと。じゃあ、その細かい第1四半期、第2四半期、第3四半期、足したら第4四半期はマイナスになる。おかしいじゃないか。いや、その通りなんです。ただ、最終的に、あ、第3四半期までは、ちゃんと、 ちゃんといろいろな書面が揃ってないから、まあまあ、ざっくりとつけてました。ざっくりとつけていたんで、第4四案期の時に、鉛筆な、え、まあ、ちょうじ、うじり、ん、まあ、ちゃんと調べたら、ちゃんと調べたら違う数字になりましたという形は、まあ、これは、ある話なんです。なので、その、帳簿を持って、えー、数字が合っていないということに関しては、まあ、これは、最終的に合っていれば、現実問題、政府、政府になっちゃうということ。 ただ一方ですね、これ次から次へといろいろと不思議なことが出てきまして、こちらは確かな取材でおなじみの、次元社の三品淳さんの原稿。こちら、ドーン。こちらですね。コラボさんでは、バスカフェ以外の活動場所でということで、まあ、いろいろとね、なんか問題があるから、連絡先がね、わからない。<laughs> わからない。なので、三品淳さん曰く、困窮した女性が書き込んだらどう対応するのか。また相談件数では、電話が711件とあるのに、電話番号が非公開なのに、 相談者たちはどのように連絡先をお聞きしたのか LINE やメールで対応をした後で専用の連絡先が伝えられたのかでも困窮者がの場合メールや LINE がすぐに使える環境にあるんですかえお金なかったらねやっぱりスマホ1台だって持てないんじゃないかと、まあ、こういう疑問が出ております、まあ、これについてはですねアウトリーチ活動アウトリーチリーチ活動というのがありまして、まあ、要は見守りたい見回りたい 的ななみたいなっぽいぽあるいは繁華街にバス大型バスで乗りつけてでそこで、まあ、お店を開いて困った人が来てくれるという、まあ、そこで連絡先を教えたというまあね、まあ、そういうところなんで私これ一応グレートしておきますグレートしておきます他にも次々と裏ドラというか続報が出ておりますえこれはその当事者のそれがこちらの 3枚目、令和3年度契約書17時から23時、えー。4枚目、書き換えさせた令和4年度契約書19時から25時。ということで、委託事業の中で何時から何時までですよっていうことが契約書にある。契約書に。ところが、この時間とは違う時間を告知していた。えー、それいいんですかと。それいいんですかと。まあ、ここについても正直グレー。東京都がこの契約違反かなっ かなっていう部分に関してペナルティを設けているのか、あるいはそこはまあ柔軟な運用で事後報告でも、事後報告でもいいよっていう形になってるんだったら、まあこれを問うことはちょっと難しいかなと。ただ、普通に考えると契約書というものはその事業委託、事業を受けているわけですから、経費について多少のね、帳面上ズレが出たとしても最終的にまあ確認したら揃っちゃいました。ね。ただ、 営業時間に値するもの、相当するものの時間が違うっていうのは、どうなんですかというところで、これはグレーとしておきます。ただ、次々と出てきます。今ですね、コラボさん側が SNS に投稿しているものが次々と消えているという話があります。それが、バスカフェの、この画面は多分 Facebook かなと思われますが、こちら、ドン。23時から2時まで開催ということで、まあこれは先ほどの契約とかの関係にもありますが、 一番の問題は何か。この投稿ですね。ちちちちちって上の方を見に行ってますと、10代女性無料のバスカフェってあるんですよ。10代、え <laughs> ?10 代女性のための無料のバスカフェ。10代女性って言いますと、東京都の場合にはこんな条例があるんです。東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要。ということでですね、青少年とは、あ、これ警視庁のホームページです。 青少年とは18歳未満のものを言います。深夜とは午後11時から翌日の午前4時までの間を言います。そして、青少年は深夜の外出、深夜は一回、深夜徘徊ダメ。えー、何人も保護者の同意なく、または正当性な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、と、え、ど、ー、め、とどめ,めてはいけません。そこにいさせてはいけないということですね。16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は30万円以下の罰金に処せられます。 保護者は理由のない外出をさせないようにしましょう。えー、何人も徘徊中の青少年を見かけたら深夜を、あ帰宅を促すようにしましょう。えー、ということです。まあ、こちらはですね、この基準に従ったときに条例ですからね、先ほどの Facebook、もう一度確認しておきましょう。10代女性無料のバスカフェ、つぼみカフェ、23時から2時、思いっきりアウト。これについては、 もしかしてもしかしてですよ。これあの、小学校の公民でありましたけれど、国が作るのが法律、都道府県が作るのが条例。えなので、小池百合子都知事以下、東京都がなんか特別な条例を作っている可能性もありますので、限りなく黒に近いんですが、限りなく黒に近いんですが、今の時点では保留、保留としておきます。保留。まあ、しかし、まあ一般的に夜11時以降、朝の4時までは、 お外に出れない。まあ、こういうことはですね、なん、ね、ちゃんと年代別に、どれぐらいの女性を保護した、えー、あるいは、帰宅を促した、警察に案内した、こうした報告が、東京都の方に必ず上がってると思いますんで、東京都の条例ですからね、東京都の条例。まあ、東京都の発表の方に、えー、を待ちたいと思います。そしてですね、暇空あかねさんが、昨日というか、今朝方からですかね、 こんなのがありましたン。まさにスーパーバイザー、年間72万円わーいということで、まあ、こんなざっくりとした請求書、あるいは領収書が出てきたということ、これはまあいくつもツイートしているんですが、これに関して言うとですね、実際のところ、政府なんです。こんなちょっきりした、きっちりした数字が出てくるとおかしいだろうと思いますよね。私も思います。しかし、助成金とか補助金とか、 あれは業務委託のやつっていうのはその審査さえ通っちゃえばこんな程度で通っちゃうおかしいでしょって感じもするんですけれどいやおかしいと思いますしかしこういう大雑把な数字が出てくるというのはまあまあこの補助金だとかに関しては結構結構あるものですそんなさなかやはり同じく収支予算書というものを出してひまそらさん出してくれておりますどこちらの方でこちらの方も数字もすんごくざっくりしていて え、放費、これが弁護士費用が、なんと、1時間あたり8000円で、900時間。さらに、宿直借金。まあ、これは、お泊まりですかね。あるいは夜やってもらうということで、5000円の239回、えー。でも、まあ、ね、すんごい金額が弁護士費用に行っているということでして、これはどうなのかなという気がするんですが、こちらについて私が面白いなと思ったのが、今空あかねさんのツイート。 令和4年 DV 補助金使用詳細きたーということで弁護士費用720万人件120万などなどがありますここでのポイントはいわゆる補助金ということで申請しておりているのであればこの補助金に関しては目的がだいたい絞られてきます,絞られてきます事業委託の場合には先ほどあえてざっくりと言うならばつかみ金というお話をしました いくらいくらでねそういう事業をやってくださいね東京とかね手が手が回らないから手が回らないからお願いしますねっていうことだったしかしこの助成金だとか補助金というのはその分野が限られていてこれに使ってくださいねっていうやつなので今後これが検証されてそれ以外に使われていたらどうなのかあるいは果たしてそれだけ弁護士費用が必要だったのかということになってくるといろいろと意義あり意義ありミヤネ屋みたいですけど意義ありとかって。 なってくるのかなということ。まあ次から次へといろいろなものが出てきております。えー、なおこの補助金調べてみますと、東京都の方が半分出しまして、あとは厚生労働省つまりはお役所の方が半分出していて100%、えー、予算が税金で賄われております。なのでよってまあこれはまるまる税金が使われてその目的に使ってくださいねっていうお金なのできっちりときっちりとこの報告書が公開されることを願ってやみません。 実際のところですね、ちょっとざっくりとしたところで、画面ちらっとだけ紹介しておきますと、厚生労働省の方のホームページに行きますと、こういう DV 被害者自立生活援助実施要求、事業実施要領、要項とかですね、あとはもう同じく、こちら、DV 対策と機能強化、児童虐待 DV 対策総合事業で217億円。なんと、217億円とか。まあ、こうした資料出てきますんで、今、いろいろなネットの皆さんが、オラに元気玉をじゃないですけど、総力を上げて、 調べてくれております。なので、この話題、いろいろなものがこれから出てくるんじゃないかなと期待しております。ただ、私の得意な、えー、IT の分野で説明をしておきますと、まあ、この手の助成金だとかの話、こちら、ドン。別のテレビアス社員も50万円支給、IT 補助金不正3人目かということでして、これはテレビ朝日、今年の、えー、春ですね。 えー、IT 補助金を不正に受給していた申請していたという話題実のところ IT 絡みでこの手の話って本当に多くて必ずしも違法ではないけれど怪しい助成金の申請っていうのはありますなので国防予算が足りないとかっていう話があるんであればこうした予算の無駄遣いというものがあるのであればしっかりと検証してその穴を塞いでほしいなと思います なぜならば、こんな話も出てるからです。と。これは貧困問題としてですね、えー、その語るコメンテーターというか解説員として、テレビ朝日、香取慎一のモーニングショーなどなど、ワイドショーでご活躍の藤田隆則さんでございます。えちなみに NPO でも稼げる仕組みや政府にくっついて補助金たくさんもらおうこと、大衆受けするように振る舞って寄付金集めること、適当にテレビで目立つこと、労働者から作者の割合を高めること、事業費を目的外に転用すること、一部は違法だけど、今の日本を見て押して知るべし。 違法なんですってでも今の日本を見て押して知るべしということはこれですね藤田貴則先生にお話を聞くとこのノウハウ教えてくれるんじゃないでしょうか藤田貴則先生の方も NPO 法人ホットプラスの理事さんでございましたというのはですね IT の世界ではホワイトハッカーといっ ででですすすね、ハッキングとかをする人も必要なんですよ。手口を知ることによってそれを塞ぐことができるこれは有名な話で FBI だとか CIA とかが自分のところに入ってきたハッカーと捕まえて「お前なあれだあれうちで, <laughs> で働け」とうちで働けという形でリクルートするとかあるいはもう最初からオープンに「はいどんどん入ってきてくださいね」ってで「うちのセキュリティ見つけてくださいねセキュリティホール穴っぽく見つけてくださいね」とかってやっておりますなので、 あれは先ほど3年前のツイートですが、藤田貴教さんが、まあ、NPO 法人でね、不っしして儲かる方法があるよなんてツイートしてましたんで、これはもうぜひ厚生労働省なり、内閣府なり、警察庁、警視庁、あっ、違った違った、あの霞が関の方がですね、動いて、そのノウハウ、穴っぽく潰してほしいなと思います。内閣府にななまますかね NPO、まあ、そんな感じで、ね